ちょっと前の話やねんけど、はい、大阪から東京まで行くときは、うん、飛行機に乗ることが多いんですね。まあ、確かに新幹線の駅まで通すのはごっつい南の方住んでますもんね。そうやね、困ってんね、めっちゃ遠いね、めっちゃ困ってんね、うん、だから関空が便利でそこから行くことが多いんですけど、うん、お昼間には東京行きの飛行機ってあんまりないんですね、関空から。ほうほう。でもスターフライヤーっていう飛行機が飛んでんね、うん、真っ黒の飛行機やねんけど、知ってる？機体が真っ黒ってこと？そう、機体も中も真っ黒やねん。気持ち悪い、見たことない。いやいや、気持ち悪くない、なんかおしゃれで高級感あんねん。気持ち悪いよ。で入ったら中ではさ、うん、タリーズのコーヒーとレベル高いチョコが出てくる。これも真っ黒っていう。めっちゃいいけど黒いな。そうね、うん、でシートも真っ黒やから、うん、もうなんかねテレビもついてるんですね、うん、シート真っ黒かわしよう、うん、テレビついてて、あ、かっこいいな。まあなかなかいいんですよ。で隣にね年配のご夫婦が座ってたんですよ、うんうん、で荷物を荷台にこう乗せるの苦労してたから、まあ、ちょっと乗せてあげたんですよ、うんうん、ほんなら仲良くなってずっとね1時間話しながらのフライトだったんですよね。すごいな。いつもそんな感じなんですかそれは。いや基本あんまりね話さないですね、うん、寝るか仕事してるかみたいな。いやいやラジオ DJ なんやから話さな、もったいない。そうやな。でもなんかさここでも話してるし話しっぱなしってしんどいやんか、うん、なるほどね。オンとオフとスイッチを切り分けてね、せやね、うんうん、でその夫婦ね東京に野球を見に行くっていうことだった。わざわざ東京まで。そうでなんかいろんな国に行ってる話とかね、うん、悠々自適に楽しく人生過ごしてるみたいだったんですよね、いやでもちょっと待って、うん、野球ってさ、はいはい、わざわざ東京に見に行くってことはやで、うんうん、東京の本拠地をそこに置いてるオレンジ色の球団ですか、うんうん、そうなんですよ。その人は関西の人？和歌山の人やってんけど、うん、昔からずっと巨人が好きやってんで。いやそれあかんってちゃんと言わな。何やってんのそれ。さすがに俺も大人やから、うん、阪神ファンであることをさらっと言いながら、うん、巨人の選手の良さとか昔の巨人の強かった時の話とかして、うん、喜んでました。いやいやいや阪神愛が全然足りないでしょ。もっと阪神出していかな。関西を出していや、でもね年配のご夫婦を愛する方をその時は俺は選択したわけです。あ、自分の顔を突き通すんじゃなくてね。そうそうそう。まあ、バイブル的にはこう隣人ね、うん、を愛するってことが正解やからね。そうそう、確かに。でも俺がね牧師の仕事をしてて東京に会議で行くんですって言ったら、うん、あ、だから親切なんですねって言われて。おー、すごいクリスチャンのイメージアップやね。まあ地道な積み重ねですよね。ああ、確かに、うん、まあバイブルにはね隣人を愛することは書かれてますから、うん、まあそれをちゃんとしていけば愛のある世界が広がってくるんじゃないかなというふうに思いますよ、ね、ちょっとしたことでしたけどなんかこう誇らしかったですね。ですね。はい。